レンチ&ジャズクラブへようこそ。今日はクリスマスメニュー牛フィレ肉のステーキを作ります。材料は牛フィレ肉、マッシュルーム1つ、エリンギ1つ、椎茸2つ、長ネギ少量、赤ワイン 200ml、 バター 15g です。エリンギ、椎茸は大きめにカットします。マッシュルームと長ネギはソースにするので薄くスライスします。具材の切り出しが完了しました。次は焼きの作業です。まず椎茸、エリンギを焼いていきます。焼き色をつけた方が香ばしくなって美味しいです。焼けたらキノコを取り出して、そのまま牛フィレ肉を焼きます。今回は肉自体が少し薄いので、ローストせずにフライパンで火を入れていきます。焼けたら牛フィレ肉を取り出して、そのままマッシュルームと長ネギを炒めていきます。軽く炒めたら赤ワインを加えて煮詰めます。フライパンの底が見えるくらいまで煮詰まったら、バターを加えて乳化させます。とろみがついたら完成です。最後に盛り付けを行います。先にソースをかけた後に、きのこ、牛フィレ肉の順番に盛り付けていきます。赤ワインソースは本来フォンドボーを入れるのですが、家庭では珍しいので今回は入れずに作っています。とても美味しいので、ぜひご家庭でもお試しください。クリスマスメニュー牛フィレ肉のステーキ完成です。クリスマスということで豪華に牛フィレ肉を使いました。キノコと牛肉の相性が抜群、美味しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。